はい、今回はレイサンドアップ神戸元町店にお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。俺の子のゆうきさんです。よろしくお願いします。はい、まずこのベーサントップ神戸元町店なんですけれども、ベーサントップが関西に初めて出した、ダンスのレンタルスタジオというふうに、なっております。8月25日にオープンして、この店内ですね、ワークショップの開催という形でお越しいただいたわけでありますけれども、こういうレンタルスタジオとかってよく使われますか？そうですね、よくほぼほぼ使いますね。外の時もあるんですけど、はい、練習する時間があればほとんどスタジオでっていうのが多いですね。スタジオ入ることが、なんかその時って外でされる方とかも結構いらっしゃる中で、なんか、スタジオでやるならみたいなので意識してることとかってあったりしますか？当たり前ですけど鏡がある、音響がいい、でこの2つが特徴、フロアもそうですけど、が一番僕の中では必要な時、この鏡と音響が必要な時にスタジオ借りてるんですよ。なんで、音をちゃんと聞きたい時はもう絶対、外は無理なんで、イヤホンだったら大丈夫なんですけど、ってなったら鏡だとか。あともう一つお聞きしたいことは、ここ神戸っていう場所でやられて、スタジオを始めることができましたので、この神戸のダンスシーンっていうのを活性化していく一端を担えたらなとは思っているんですけれども、そのゆきさんから見て神戸のダンスシーンって、特にそのロッキンになってくるとは思うんですけれども、なんか思うことってあったりしますか？神戸は僕のイメージですけど、はい、めっちゃアットホームです。多分大阪は人が多すぎる、はいはい、けど神戸もいっぱいいるけど、まだこう把握しきれる範囲なのかなとも思うんで、みんな仲がいいですね。で行こうと思えば大阪すぐ行けるし、だその頑張るダンスを頑張る上ではすごくやりやすい場所なんじゃないかなと思います。情報が多すぎず少なすぎずっていうところが、神戸全体でこうアットホームとか、みんなコミュニティが神戸っていうわけ で、ね、みんな 仲がいいイメージがあります。あと最後に一つお聞きしたいのが、やっぱりゆみさんが思うこのロックダンスの今後についてというか、今後どうあっていきたいなであったりとか、ご自身で目指すものとかがありましたらお聞きしたいなと思います。そうですね、ロックダンスは基本的に名前がついている踊りが多いんですね、ほぼ40個ぐらいの名前がついた技の組み合わせで踊ってるんですけど、それが面白くないって捉えてる人が多いんですね。なんでこうこの曲でやるんだだったり、そういう流れが面白かったりだとか、その新しいところを求めすぎても良くないし、その亡くなっていくきっかけになると思うので、温故知新っていう言葉があるように、もう昔のことも大事にしつつ、今は今で自分らの年代がやっぱ最前線で頑張りたい時なんで、古きを大事にしつつ、そのまま新しいことも作っていけて、で海外とか行ったり、日本国内もそうですけど、そういう姿を背中で見せれたらいいかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひこういったことを今回のワークショップを通じて皆さんに伝わったらなと思っております。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。